で、一応、これと、あと電気ね。電気スタンド。一応真ん中に置いとこうかな。これを真ん中置いとこうかな。こういう感じで。よし。寒いか。まあなんか寒そうだな。で、もう一人の部屋も作っといてあげたいんだよな。それをどこにしようかな。これはいろんな物置場にしときたいな。よしよしよし。で、完全室内ね。6度でしょ。10度、11度。そうか、あれがないのか。リビングルーム的な。ここだよな。これリビングルーム。研究室。一つね。ここにもう一個作ろうか。ね。部屋。大きいな、この部屋。こんぐらいがいいか。こんぐらいでいいか。で、こういう感じ？ね。で、せめて、ここを掘ってあげようか。よし、持ってっちゃう。よし。このね、鉄が取り切っちゃうと、近くにおそらくもう、あとここか。これ欲しいかな。あんまりないんですよね。これか。遠いよね。研究を早く着手しないといけないね。研究が得意な人はいないんだけど、もうリンにやってもらおうか。起きたら研究。ね。料理ぐらいはやってもらおうか。調教って言ってもいないからいいや。こういう感じかな。明かり必要だな。研究には明かりが必要でしょう。これやっといてもらおう、早めに。で、熱っ。お、38。うん。熱いな。よいしょ。換気。ここも。均一にしないとね。
ダメ、これほんといらない。で、ここ。暑いね。いらない。めんどくさいね。つけたり消したりが。あれ？え、研究して、研究、あ、こうか。はい。で、リンさん、研究を。対象観察している。うん。いいから研究を。おっと。こうか。ちょっと待ってね。暑いから、切っちゃう。で、研究。で、暑いから切っちゃう。暑い、ここ。で、これやっちゃう。で、ここ、17しちゃう。これで結構涼しくなるんじゃないのか。んで、これを再配置して、ここ。で、ここ。で、ついでに、もっとか。温度熱くなるだろうな。まあいいや、やめとこう。よいしょ。いいや、取っちゃって。ちょっとしか持っててないんでしょ、どうせ。で、リンが研究してるけど、上達速度はどんぐらい？あ、たたたた。危ない。お、結構早いんじゃない？上達速度は。ね。で、時間があったら、クレイスもやるみたいな感じか。ヨタカだからね。生活リズムが、違うと思うんですよ。早めにこれを持ってってもらおう。よしと。で、今の時間は21時か。ちょっと従事してもらおう。クレイシスなんか精神的にやばいね。クレイシスでしょこれ。そうだよね。ああ、鬱だよ。あんまり掘らない方がいいって。で、これはクレイス。あ、間違えた。クレイスと。で、これは、リンとダークマン。ね。で、これ寝てと。25度、いいね。頑張るね、リンも。なんか引いてあげようかな。あとそうだ。肝心なの作ってない。テーブル。銅のテーブル、木でいいかな。木でいいよな。
で、木製でいいよな。三つ。よいしょ。おー、勉強じゃない、いや。研究してるね。ただ、クレイスはあんまりなんだよね。全然ダメなんだよね。まあ、それでも、増えるに越したことないね。で、この研究ゼロなんだけど、今これで1000になった瞬間に1になるんだよね。上達度として。これで1。次2000のリミットがあるよって。だから、みんな才能ないけど、そこそこは、よくはなるよってことなんだよね。うん。そういうことなんだよね。で、クレイさん違うことやってもらおうかな。よいしょ。そうすると、リンの方が上達の時には強いからね。得意だからね。よしよし。で、あとは、適当に、照明とかはね、どこでも移動できるから、ここに移動、こう移動しようかな、ここに。こうやってね、移動できるから、あんまり気にせず。ちょっと温度が気になるな。21度が適温なのかな。ちょっと寒い。よしよし。で、クレースが少し持ち直してる。で、早めにこれちょっと解体しようかな。なんでかっていうと、ここから鉄くずとともに、あれなんだよね。このコンポーネントが取れるんだと思うんだ。よしと。これである一定の温度にはなるかな。ちょっとふと思ったのは、物置いちいち取っていくのめんどくさいっすよね。ここで塞ごうかな。意味ないか。本当はここ通り道だったらいいんだ。そういうことだよね。そうしようかな。狭くなるんだよな。ここ通り道だとみんなここ通るのかな？どうだろう。まあいいや。ここ通ってても。あんまりね、パーフェクトにやんなくてもいいですよね。でね、そろそろ、もう少し、なんていうか、この充電、電池系を充実させたいんですよね。風力を使いたいんです。2基ぐらい。こことここ。
ここにやった場、ここでしょ？ひとまずここでしょ？もう一機やりたいな。もう一機やるとなるとどんくらいあれを削らなきゃいけないの？